あ、本当だ。埼玉水族館の海には。あれも？あれは欲しい、嫌いな系のやつ。おお。Wi-Fi 使います。直上げが可能と。それは結構でかい、ね。ソフトバンクだけど。ソフトバンクか。ああ。ソフトバンクか。ソフトバンさんだけど。じゃあ一瞬マジのカニいいのかなって。お、カニじゃん。焼いて食おうぜ。カニいるわ。お、いっぱいいる、いっぱいいる。焼いて食おうぜ。やるね。やるね。焼いて食おうぜ。なんだ。これは？川魚って見分けれないんだよな。海魚見分けれるけど、川魚何だろう。こいつ何？貴様は誰だ？シシャモみたいやね、なんか。わかる？これ煮干しとかシシャモ系だよね。なんだっけ。焼いてるうまいよ。あれ、フリッターに出てきそう。給食かなんかの、ワカサギフリッターって言うの。そうだね、ワカサギかな。アユ。これちっちゃいけどアユなんだ。稚魚かじゃん多分。アユっぽくないけどな。これだよね、でも。そうだね、アユだね。アユじゃん。いい写真撮れる。映えるね、やっぱ水はね。アユ、ちょっとこっち来て、焼かれて。なんで岩場に集まるんだろうね。やっぱ小中生から岩魚とか言われる。岩が好きなんで。ペロペロしちゃうの。ペロペロしちゃう。こんな歪な形になってるのか。あ、光っつって。クソフラッシュ。クソフシュ。水深みたいに。あ、ダメだ、ブレる。魚が動くからブレる。ゲンゴロウは？俺とお前とゲンゴロウ。ゲンゴロウ。結構元気出してるじゃん。うん？あ、本気出してるね。イワナうまいよな。うまいよな。焼く？あー今欲しかった。岩の顔くれよ。はい。岩の取りやすいね。ね。動かないから。川魚限定とか言ったから舐めたけど結構面白いかもしれないこれ。あ、俺ですか。なんかブレンダーな水だから。いや結構うまくね。このシリーズが好き俺。面白いなお前。なんでうまいのそのシリーズ。いやこいつがねよく通らせてくれるの。あ、そう。あ、お前もいけんじゃね。あー、お前横向いちゃった。お前はいける。お前やらしてくれる。なんかちょっと笑っちゃった。なんだろう、顔が面白いから、なんかウーパールーパーみたいな。ね、あ、これダメだった。ちょっと失敗した。真正面向くやつら、顔なんか面白い。なんだろうな。バカにしたわけじゃないんだけどね。いや、いいよ。いいんだよ。修正なのか分かんないけど、めっちゃカメラに寄ってくんだけど、ね、こいつさ、ここ普通じゃん、うん、こいつえぐい早く見える。高速道路乗ってんだよ。透明高速乗ってやがる、こいつ。最後に、カツアキアイコン見た。全体図撮らせてくれるんだけど、全体図通してほしい。全体図通してくれ、こいつは。
全体ゼロね。いや。ヤマメ。いや、ヤマメか。うまいよね。美味しい魚ばっかりいるじゃん。ね。うまそう。あ、お前そっち向いちゃダメ。いや、よくも悪くも川魚限定だからさ、ああサムネ同じような魚並んでそうなんだけど。あ、どうしたスクラマス。えい。おお。ってことはあれなんだよな、北海道で俺らがさ、支笏湖で食ったあいつあったじゃん、魚。ああ、あれ多分ヤマメの仲間だね。あ、桜なんちゃらだから。あ、そうだね、そういえば。あ、ぶれんな、止まってろよ。さっきのあいつ取りやすかったの、いいわな。ね、ここは全体じゃない。うん、取るの。ピックンで、ピックンで取ろうかな。え、ピックンで取ろうかな。動くからこいつぶれんだよね。ピックン向いてないからね、動的なものには。そうそうそう。逆にさ、これさ、ここに行ける利点を生かして上から行けば結構いいの取れたりして。反射しようかな、光が反射するな。こっち側かな、ピック行こう。あー、ニジマスよくうちのスーパーで売られてるやつや。ニジマスもってか、うまい魚全部食べる魚で今のところ。やべえの見てしまった顔をした、今一瞬俺が。どうした、ね、やべえ、サラマンダーがいると思って。あ、これね。取れたね、今。うまい感じを取れた。こいつ寝てね。睡眠中？山椒魚ってあるらしいよ。夜行性？え？夜行性？うん、あの水が冷たいけどすぐ寝るらしいよ。爆睡じゃね？爆睡かもしれない。うん、何が何でも分かんなくなっちゃうな。ね、全体入れたいんだけど全体入れると何が何だか岩っぽくなっちゃうよ。尻尾が入ればなんとなく山椒魚っぽいよね。うん。全然全部。お前さん起きてん、縦見返したから岩取ったのかな。このポーズ面白いんやんか、ね、あっちは中国の山椒魚らしい、うん、あっちは日本の山椒魚っぽい。わかんねえ、わかんねえ。レッドリストだよ、うん、絶滅危惧種的な、うん、絶滅危惧種まではいかないと思う。絶滅しないよ、やべえよぐらい、うん、しないけどやばいよ。どこにいるの？あ、いたいたいた。カジカ？うん、カジカもうまいだよね、かき唐揚げ系にすると。ちっちゃいね、うん、かわいいね、これハゼみたいで、グデーとしてる、グデーとしてる。上に引っ張ってもすぐ写真撮れる。これ知らないよ、俺、ハヤって。うん、食べれんじゃね？食べれると思うよ、川魚だったら。個人的にさ、うん、あの申し訳ないことを言うとさ、うん、もっとしょぼいと思ってたわ、マジで。お、思ったより以上に頑張ってる。